寄せ集め、寄せ集めいませんか、寄せ集め、チーム寄せ集め、あやあばら犬畜生ぽよぽよチーム寄せ集め、あやあばら犬畜生ぽよぽよチーム、ぽよぽよチーム寄せ集め、寄せ集め、誰もいない、寄せ集めいませんか、あや、あ、ごめんなさい、あ、それごめんなさい、チームが違いましたね、失礼しました。一生懸命神ハイの寄せ集めで呼んでました大変失礼しました。神を寄せ集めてるんで誰がお前ございます大変失礼しました。寄せ集めここでしたね。ザコ、コトリ、ユーゴー、トクワラで全然違いました。はい、こちらでした。はい、トクワラ、ユーゴー、コト、コトリチーム、寄せ集め、あれ、ガトちゃんさっき言ったの、ガト、ユーゴー、トクワラ、コトリチーム、痛い痛い痛い、じゃんけんしに来てください。されてないで、何をやっても良い、何をやっても良い、あ、そこにいます。じゃあ、そこは対戦相手になるんで、じゃんけんしていただいていいですか。はい、みんな元気だなこれはい、じゃあ、寄せ集めと何をやっても良い、じゃんけんしました、ワンピースビー決めてください。ワンピース、はい、ワンピースに決まりました。はい、で、寄せ集めと何をやっても良いは H 兄弟で試合をするので、 H 兄弟でワンピースに分かれた状態で待っていてください。 H 兄弟です。はい、もうちょっと時間があると、あれがいました、目の前にいました。はい、じゃあ H 兄弟で分かれた状態で待っていてくださいね。まだまだ呼び出ししますよ。南家B 兄弟の勝った方とすぐ次試合をするんで、 B 兄弟で待っていてください。メンバー集めておいてくださいね。C 兄弟、突き上げ場の調整は許さない、切り突き上げ目の調整は許さない、切り突き上げ場、そこかな、突き上げ場の調整は許さない、切りいませんか、突き上げ場の調整は許さない、切り突き上げ場の調整は許さない、切り何回も切りって言わせた突き上げ場の調整は許さない、切り、ですね、皆さん、インシュランスのアプリコントにですね、荷物を放置されている方がいらっしゃるので、すいませんが、その放置されている荷物ですね、一旦2階のカウンターの方で預かっておりますので、よろしくお願いします。で、荷物はですね、決して放置しないでくださいね。今完全にもうブレイブルーだけの空間にはなっておりますがですね、決して荷物は放置しないでください、よろしくお願いします。荷物はですね、3階の方で、事務所の方で預かりサービスやってますので、荷物邪魔だという方は必ず、預けてください。全体の放置はしないでください。すいません、よくゲーマーの方々に荷物放置する癖があるんですが、すいません、うちの店では絶対に放置しないでください。すいません、よろしくお願いします。はい、というわけで、どんどん読みます。どこ読んだっけ、そうそう、突き焼き場、すいませんが、突き焼き場の調整は許さない、いませんか、突き焼き場の調整は許さない、キリと言いませんか、突き焼き場の調整は許さない、キリ言いませんか。メンバーはですね、柔道制御よしきゆいかチーム、柔道制御よしよしきゆいかチーム、あ、いました、突き焼き場。ではメンバー集めていただいて、 C 兄弟に移動して待っている方、 C ですぐ勝った方とすぐ知恵が知られたので、よろしくお願いします。はい、最後、勝ちでも負けでもなく勝負ですらないチーム、勝ちでも負けでもなく勝負ですらないチームいませんか、勝ちでも負けでもなく勝負でもないチーム、勝ちでも負けでもなく勝負ですらないチーム、勝ちでも負けでもなく勝負ですら、あ、いました。D 兄弟の勝ったチームとすぐ D で試合をするので、 D で待っていてください。はい、これで全チーム呼び出せましたね。はい、8台を使ってやっておりますので、全チームすぐ呼ばれますよ。で、勝ったチームも勝って安心しないでくださいね。すぐまた呼ばれますからね、よろしくお願いします。Yeah.
お呼び出しをいたします。南家の掃除さん。チームメイトがお探しです。チームメイトがお探しです。至急 B 兄弟までお越しください。南家の掃除さん。B 兄弟でチームメイトと一緒に合流してください。はい。ピー終わった。ピー兄弟すいません、勝ったのは光と標語でどっち？光すいません、連戦でそのまますぐ試合します。病院に来たら間もなくすぐ試合をします。光と南家、B 兄弟で試合します。光と南家、はい、兄弟もおりましたね。兄弟勝ったのはモラリスト。じゃあモラリストすいません、そのまますぐ試合をします。ボタンが厳しい、変えてほしい。じゃあちょっと待ってくださいね、兄弟。はい、先にちょっと B 兄弟呼び出しますね。光と南家、はい、手挙げて、じゃんけんしてワンピース決めてください。光と南家、はい、C 終わった。タイミングでありがとう。はい、ごめんなさい、新兄弟勝ったのどっち？おばちゃんの方。はい、ありがとう。じゃあおばちゃんすいません、連戦です。そのまま今の新兄弟移動してください。おばちゃん完全に犠牲、おばちゃんと突き上げ場の調整は許さない。吐いてあげて。突き上げ場の調整は許さないと完全におばちゃんす。新兄弟でやります、新兄弟でやります。まず移動しましょう。はい、反対側に対戦相手がいると思うので、じゃんけんをしてワンピースで見てください。はい、B 兄弟じゃんけんしました。南家と光はじゃんけんしました。じゃんけんしたらワンピースで分かれてくださいね。はい、はい、全力発大進行でやっております。はい、ホモイロクローバー1とモラリストの試合をしましょう。はい、モラリストとホモイロクローバー1。はい、はい、じゃあじゃあそこに書きを入れるので先方申告していただければ。はい、終わった。1勝ったのはソキャラモンキーズの勝ち。はい、ありがとうございます。じゃあ H 兄弟、先ほど読みました寄せ集めと何をやっても良いの試合をしましょう。はい、じゃあまずワンピースビーを変えてくださいね。Thank you.
トーナメント表をウェブパンフに用意したいところなんですけれども、画面切り替えのタスクがあったりとかでちょっと厳しいです。すいません。決勝トーナメントは用意しようと思うのでよろしくお願いします。はい、E が終わった E ということは、裏裏らし点、獅子点と東で言われたことは近くのどっち？裏裏らし視点かな。はい、ありがとうございます。はい、では E 兄弟、先ほど読んだゆとり世代とアッセンさんの試合をします。 E 兄弟、ゆとり世代とアッセンさんの試合ですので E 兄弟、ワンピツーに分かれてください。 E 兄弟、ゆとり世代とアッセンさん、ゆとり世代とアッセンさんの試合をします。ウタリセダイとアッセンさんが試合をします。はい、先ほども申しましたが荷物は絶対に放置しないでくださいね。3階で預かりサービスやってるので、心配な方は必ず、3階に荷物を取りに行きますよ。よろしくお願いします。なるほどなるほど。先ほど読んだ佐々木軍団とアッセン4ですね。佐々木軍団とアッセン4、と試合をします。佐々木軍団とアッセン4、 F 兄弟でワークツーピー分かれてください。 F 兄弟でアッセン4と試合をします。今日はデート G か。あ、G 終わったっぽいですね。G 勝ったのは、石田さんが勝っていたので、スポラン来てねーですね。はい、スポランの勝利。アッセン号はね、まだです。はい、でもうすぐ呼ばれます。はい、トーナメント表、写真と続いて、ではですね、G 兄弟、先ほど言った、ネルカバと髪生えぬ。ネルカバと髪生えぬ。じゃあ、まずワピツに分かれてください。ネルカバと髪生えぬ。勝ったチームもすぐ次の試合回ってくるので、決して、どこか出たりとかは絶対しないでください。トイレ行く程度に、取り組んでおいてください。よろしくお願いします。ネルカバと、髪変えるHey!
で兄弟のことを知らせるという知的ゲームが、まあ、アマゾン流れておりますちょっとこのシステマチックに動かしているので、見せてあげて、あの面白いところを持っていくというのは、ちょっとあの早く済ませることの方がいいですけど、ちょっとあの言ってないんですが、それだけご了承ください。さあ、ではどんどん呼び出しをしていきます。A 筐体が、うらうららし視点、うらうららし視点いますか、うらうららし視点、うらうららし視点、うらうららし視点いますか、うらうららし視点。はい、A 筐体まで来てください。A 筐体で次試合をするので、A 筐体まで来てください。対戦相手、リレイ姫と3人の王子様。リレイ姫と3人の王子様。リレイ姫と3人の王子様いませんか、あ、いました。はい。A 筐体まで来てください。リレイ姫と3人の王子様。はい。うらうららし視点が後ろから来るので、はい。はい、来ました。はい、もう一回お互い手を挙げて、うらうららし視点と、あ、リレイ姫。はい、手を挙げて、はいはい。じゃあ、じゃんけんをして、ワンピース2を決めておいてください。A 筐体で次試合をします。A 兄弟で次試合をするので、じゃんけんして、ワンピースミーだけ決めておいてください。分かれた状態で待っていてください。どうぞ行きますよ。今年で30知っとるけのけ。今年で30知っとるけのけ。今年で30知っとるけのけいませんか？今年で30知っとるけのけ。メンバーは、ゴレイズ、林原、ハーレムエース、レイジーチーム。今年で30知っとるけどけ、今年で30知っとるけどけ、今年で30知っとるけどけ、いませんか、今年で30知っとるけどけ、今年で30知っとるけどけ、ゴレイの林原、ハーレムエース、レイジー、ゴレイの林原、ハーレムエース、レイジー、いませんか、今年で30知っとるけどけいませんか、今年で30知っとるけどけ、あ、今年で30、はい、言いました。じゃんけんをするのでこの辺で集まっておいてください。はい、対戦相手、ヤゴトエンカウント、はい、また言いました。じゃあ、30とヤゴト、はい、ではじゃんけんをしてください。はい、30、はい、じゃんけんをしてします。1P か 2P かを決めていただいて、B 筐体で次試合をするので、B で分かれた状態で待っていてください。B 筐体、A、B、B 筐体で試合をするので、分かれた状態で待っていてください。はい。はい、次 C 筐体、圧線5。圧線5。5、圧線5。圧線5そこにいますね。こちらお越しください。対戦相手、1つ上のトモ。あ、トモいました。目の前にいました。1つ上のトモ。一人しかいませんから、一つ上のトンボ、はい、あ、終わりましたね、デイ兄弟。勝ったのどっち、デイ兄弟。ここを済ませばと知的ゲーム、勝ったのどっち。そっちは、メンバーの姫でもいい。あれ、5-1やな。ということは、知的ゲームの勝ちでよろしいですか。はい。じゃあ、電兄弟すいません。知的ゲームの皆さん、勝利の要因に気がせると申し訳ないんですが、連戦です。知的ゲームと勝ちでも負けでもなく勝負ですらない。はい。はい。勝負ですらない。反対側に今、知的ゲームの反対側に、知的ゲーム、知的ゲーム。勝利の要因に気がせるとも大変申し訳ないんですが、連戦です。はい。知的ゲーム連戦です。はい、勝ちでも負けでもなく勝負ですがない、知的ゲーム、知的ゲーム連戦です。はい、じゃあ、デイ兄弟で、ね、残金投票をして、頑張っていきます。アセ、アセゴいます。アセゴ、はい。で、一つ上のトモ、トモ、あ、トモ一人います。じゃあ、ジャンキンだけまずしてもらっていいですか、はい。はい。1P か 2P か決めるだけなんですね。
はい、ワンピーガール。じゃあすいません、C 兄弟で試合をするので、メンバー集めてもらって、C 兄弟で分かれた状態でも当ててください。もうすぐ、始まると思うので、すぐ集めてもらって、C 兄弟分かれた状態でも当ててください。さあ、どんどんやりますよ。TI 様より、またスポンサーをいただきました。TI 様よりスポンサーをいただきました。お名前と金額は一応伏せておきますけれども、どんどん呼びますよ。スポンサーをいただきました。ありがとうございます。次、兄弟。2試合目になります。スポラン来てね、いますか。スポラン来てね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 。いませんか。スポラン来てね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 。あ、いました、いました。よかった、よかった。すいません。すぐお待たせしないで、対戦相手、超平和バスターズ。超平和バスターズ。超平和バスターズは、これ、奈良のギルヒンデです。超平和バスターズ。森真珠以外役のチーム。ごめんなさい、森真珠なんですね。東浜、いろはま、通話チームですね。失礼しました。はい。来ましたね。どんこう来ました。はい、バカバカ手上げて、超平和バスターズ、スポラのところにいましたっけ、スポラ、じゃあそこにいるので、じゃあ、すいません、すぐ後ろにどんこう来ました。じゃんけんをして、まずワンピースピックってください。はい、ワンピーがツーピーかだけです。ワンピーかツーピーかだけです、ピーは。はい。じゃあ、決めましたら、一番向こうにある E 兄弟に試合をするので E 兄弟移動して分かれた状態でも当ててください。ワンピースに分かれて E 兄弟でも当ててください。はい。ちょっと何をしますよ。さあ、どんどん読みますよ。F 兄弟。アッセン2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 いました。対戦相手が、テーレッテ若山で。整列に入りました。じゃあアセニーが向こうから来るので、ちょっと待ってください。アセニー、はい、ね。はい。はい、じゃあもう一回お互い手あげて、和歌山勢と、アセニー。はい。じゃあ、じゃんけんをしていただいて、ワンピース、ピーを決めてください。そうですね、一番向こうの F 兄弟で試合になるので、分かれた状態で、移動して待っていてください。F 兄弟で待って、続き分かれて待ってください。分かれ終わって、今、シャンパン入ってるの。こっそり。はい。こっそり行きましょう。どこの手入れなのか。なるほど。気がついてませんでした。はい。まだまだ呼びますよ。アッセ1。アッセ1いませんか。アッセ1。アセ1いました。はい。対戦相手が低速低速は超遠征でいっぱい指示を回収してきますね。はい、ああ、わかりました。はい、じゃあアセ1と低速低速、はい、ではじゃんけんをお待ちしてください。はい、ワンピーガー、ツーピーガーです。はい、ワンピース。じゃあ、G が空いたら G で試合がするので、G 兄弟でワンピースに分かれた状態で回っていてください。H 兄弟、2試合目になります。クソキャラモンキーズ。クソキャラモンキーズ。あ、モンキーズ。はい。対戦相手が、僕は悪くない。僕は悪くない。僕は悪くない。はい、いました。大間さんですね。はい。じゃあ、大間さんとクソキャラモンキーズはですね。じゃんけんをしてください。はい。クソキャラモンキーズと僕は悪くないは、じゃんけんをしてください。はい。H でやるんで、まずじゃんけんしていただいて、ワンピースで決めてもらったら、H 兄弟が空いたら H で試合するので、H で分かれて回っていてください。まだまだ読みますよ。ここですね。これは始まってるところですね。2試合目になります。勝たねば、
勝たねば、北海道チーム勝たねば、勝たねば、北海道チーム勝たねば、あ、勝たねばいました。対戦相手は風星の美濃園、妖精の美濃園は北陸チームなどなど、妖精の美濃園、妖精の美濃園、妖精の美濃園、妖精、はい、妖精いました。はい、じゃあもう一回ちょっと妖精そこだよね。勝たねばどこですね、勝たねばどこ、勝たねば、勝たねばそこだよね。妖精の水すいません、勝たねばがですね、兄弟の向こう側にいるので、じゃあもう一回お互い手を挙げて、勝たねばと妖精の水絵も手を挙げて、はいはい、妖精の水絵も手を挙げて、はい、そうかな。じゃあじゃんけんをそこでしていただいて、ワンピースピーパーって決めてください。そこでまずじゃんけんをして、ワンピースピーを決めてください。じゃんけん、じゃんけんしました。じゃんけんしました。じゃあ、デーで試合する、ABC でデー兄弟で試合するので、ワンピースピー分かれた状態で割ってみてください。はい。はい、では C 兄弟が終わったので、C 4のところ、アッセン号と一つ上のところ、トモの試合をします。はい、アッセン号と一つ上のところの試合をします。非常にスムースで進行しております。今日はですね、本戦を一応3時ぐらいが始めてたらいいなぐらいに思ってたんですが、これ多分エキシビジョンやっても多分3時に始められそうな雰囲気をちょっとしております。はい、本戦はね、ゆっくりじっくりやりたいと思うので、はい、なるべく巻き進行でいきましょう。エキシビジョン、昨日もやり残したゲームにエキシビジョンもあるので、先ほどから移動しておりますが、絶対に荷物はまた隅に放置したりはしないでください。荷物邪魔だなと思う方はですね、3階で、荷物扱いサービスを行っておりますので、3階の方に荷物を置いていただきますようよろしくお願いいたします。荷物は絶対に片隅に放置したりしないでください。自販機全部入れて本当です。自販機で500ミリリットルのペットボトル